人の小野口優です。今日はですねギターラボさんに、取材していただきまして、たくさん喋、っておりますのでチェックしてみてください。今回、僕のアルバムリリース記念ということで、エキゾチックさんからですね、EP ブースター、僕のカスタム、モデル、シグネチャーモデルと言っていいんでしょうか、が、発売されます。仕様としてはですね、従来の、EP のサウンドは、そのままで、昇圧ケーブルがついてます。こちらですね、こちらの昇圧ケーブルがついておりまして、9ボルトから、こちらで昇圧して18ボルトで、鳴らすことができます。で、僕も普段から、EP ブースターを18ボルトで作動させていたので、そういった、僕の意見が反映されています。あとはですね、この、見た目が少し変わってスペシャルになっているのと、あと、このノブにですね、ゴムラバーをついてまして、こちらで、実際弾きながら足で、操作して、原因を調整したりしています。それではちょっとサウンドを聞いてもらいましょう。すごく、レンジが広くてですね、艶が、出てくる、ブースターで、僕はリードトーンだったり、リードトーン、そして、まあ、ゲインブースターとしてですね、普段基本的に EP ブースターっていうのを、ブースターとして使っています。自分のアルバムの、ピクチャーでもリードトーンだったりソロのパートだったりっていうのは基本的に EP ブースターで、ゲインを、稼いでアンプをドライブさせています。はい、こちらの EP ブースターですが、こんなようなパッケージになっておりまして、僕の CD とそして EP ブースターがついて、なおかつこの昇圧ケーブルっていうのを、この、足で動かすための、ラバーですねが、付いて、今までの、商品と同じ値段、お値段据え置きで販売いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。小野口優でした。